ケネディは、アメリカ合衆国のテレビドラマ、バフィー、恋する十字架及び、同作品のコミック版に登場する架空の人物。テレビドラマで彼女を演じた女優は、メキシコ生まれのイアリリモン。ニューヨーク出身のバンパイアスレイヤー。初登場は、テレビドラマの第7シーズン第10話、夜の闇に抱かれて。このエピソードでスレイヤー候補生の一人として、登場した。第13話の、 内なる殺人者でウィローと恋に落ちる。サニーデールを去った後は、ウィローと行動を共にしていたが、コミック、ゴッドネッスモンスターズでウィローに、魔法学校に通う、よう助言する。その後、ウィローと別居した。スウェルでは、後輩のサツと共に、日本に勤務。リトリートから、ウォッチャーカウンシルの本部勤務になる。コミック、ラストグリミングでスレイヤーとしての力を失い。 ウィローの前から去る。スピンオフ作品、ウィローの第一作。第8シーズンのザ・ロング・ウェイ・ホームとエニー・ウェア・バット・ヒア参照。ありがとうございます。